横についてるこのワイヤー、出っ張ってるので、この出っ張ってる方を外側にする。なのでいけるよ、そこ頑張れ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 。おジェットさん助けるよ、頭入れて、頭、おおおおおすごいおめでとう。おめでとう。すごいじゃん。天才やね、やっぱあなた。はい、冒険いってらっしゃい。じゃあね。すいません、ちょっと興奮してしまった。はい、この横のワイヤーは、ここにつけるとしたらこの向きになる。ちょっとすいません、ピンクはです。この横ワイヤーをこの間に入れて両サイドですね。でカチカチとです。これを1段。1段ね。1段。あと2、4、6箇所留めていきます。注意点としては、こことここね、長さが違うんですよね。固定金具くっつけれなくなるんですよね、揃えないと。なのでしっかりここを確認してちゃんと合わせて組み立てる。これは注意です。で、ここは短い一辺なので、しっかり短い方の一辺を合わせる。これは逆にならないように。この逆だと幅が違うんで、ここに固定金具がつけれなくなるんですよね。なので途中で失敗したってなってやり直しなくちゃいけなくなるので、注意してください。OK。あとは壁に固定する金具、留め具とチェーン、滑り止め、あともうこれシリコン用のチェーンですね。そういったのが付属してます。とりあえず使いません。正直、今もチャチャさんにいるかどうかはわかんないですね。まあいいや、保護猫ちゃんを買う予定では、里親さん探しながら買う予定があるので、もう猫ちゃんよっていうことで、チャチャさんもう大丈夫かな。なんか、隠れる場所も1階のここにこたつ置いてるんですけど、こたつとかあるんで、そこに隠れれるからまあいいかなとは思います。ありがとうございました。